アルビはフランス南部奥下にー地域圏の都市でタルヌ県の県庁所在地である。タルヌ川に面した商業都市である。ローマ帝国によって都市が建設され、その後アルビガと呼ばれていた。12世紀、13世紀にキリスト教の遺産として迫害を受けたアルビジョア派はこの都市名に由来している。 化学セミ工業やガラス工業などが営まれている。ガラス工業は17世紀初頭までに根付いており、後に、ジャン・ジョレスもこの地に、ガラス工場を建設した。ジョレスの工場は現在は、三五番のグループに属している。タルム川流域の粘土を用いた赤レンガの建物が、多く、赤い町として知られる。最初に、アルビに人が住んだのは、青銅器時代である。 紀元前51年、ローマ帝国のガーリア征服後、町はキウ、キオイタスアルビゲンシウム、ついで、アルビガと呼ばれるようになった。名前の由来は、はっきりしないが、アルビウスという、ローマ人名に由来するという説もある。考古学的発掘では、ローマ建築の痕跡が見つからず、このことから、アルビは、質素な、ローマ人入植地であったと思われる。1 4 0年、 今では、ポンビューと呼ばれている橋が建設されたことで、大規模な街の発展を予感させる、新市街も形成され、アルビは拡大した。この時期に、公易などの小取引、橋の通行量などのおかげで、街は豊かになった。中世に起こった、カタリー派は、ローマカトリックから見て、異端と思える思想を発展させてきた宗派で、しばしば、アルビと関連付けられ、 アルビジョア派とも呼ばれた。1208年、ローマ教皇とフランス王が共同でアルビ地方のカタリ派への攻撃を開始した。いわゆるアルビジョア十字軍である。弾圧は徹底しており、この地域の至るところで家計が行われた。この地域はその時までは事実上独立していたが、この弾圧で大きく弱体化し、1249年にフランス王国領となった。 アルビジョは十字軍によるカタリ派の大弾圧の後、アルビは、司教都市、つまりカトリックの司教が支配する都市となった。13世紀に、司教ベルナールド・カスタネは、要塞のような外観を持つ堅固な司教館、ベルビ宮殿を完成させた。彼はまた、サントセシル大聖堂建造を命じ、1282年に、建設が始まった。この大聖堂は、 カトリック教会の意向を示すべく建造されたもので、ひとまず完成するまでにも2世紀を要した。14世紀半ばには、ペストの大流行によって人口が半減した時期も、あった。しかし、1450年から1560年の、間、アルビは、商業的な繁栄の時代を謳歌した。その多くの部分は、細葉体制の栽培によっている。 体制は色落ちしない青色染料として需要があり、当時の南フランスでは国外市場にも出荷していた。なお、アルビはその取引で潤ったが、その体制はトゥールーズのものに比べ質が悪く、売り方にも問題があったという指摘もある。ルネサンス期に建てられた素晴らしい邸宅の数々は、体制商人によって蓄えられた巨万の富を物語っている。そうした繁栄は、 廉価なインディゴがインドからもたらされたことによって、終わりを告げた。アルビは、幾度もあった花々しい時代を忍ばせる、豊かな建築上の遺産を守り続けている。バラ色のレンガ作りの旧外区を輝かせ、新しい外観を与えるべく、かなりの修繕や修復作業が行われているのである。ベルビ宮殿やサントセシル大聖堂は、かつての司教都市を忍ばせるもので、 前者は現在、アルビ出身の画家、アンリ・ド・トゥールズ・ロートレックの作品群を収めた、トゥールズ・ロートレック美術館になっている。また、ベルビ宮殿や、サントセシル大聖堂は、ポンビユーや、旧市街の街並みとともに、アルビの司教都市として、2010年に、ユネスコの世界遺産に登録された。ありがとうございます。